理想を見られたわけですから、私たちも諦めずに世論に訴えていきます。カルマさんの所属事務所のアミューズは当時の時系列さえはっきりと答えていませんので、アミューズにははっきりとした回答を求めます。そして警察には再捜査を求めます。この活動は全国で行われていますので、まだご存じない方にぜひこの事実を知っていただきたくチラシをお渡ししております。どうぞ皆様ぜひチラシを手に取ってこの問題に関心を持ってください。クローゼットでリーシュコードを使っての首吊り自殺と報道されました。しかしその後情報は二転三転して、結局遺書がない不審死ということが分かりました。三浦春馬さんは決して自殺ではないのです。最近ジャニーズの未成年に対する性被害問題が明るみにされて、先日は記者会見も開かれ、社長はそれを認めて謝罪されました。この問題は出版物では訴えられていましたが、50年前もの間マスコミは芸能界は隠蔽し続けてきました。警察のもちろん介入なしでした。このことからマスコミ、芸能界、警察がつながっていることが明らかになりました。まだまだ他に日本の不都合な真実につながっていませんか。